7月に放送開始が延期された TV アニメ、リ・ゼロから始める異世界生活第2期の主題歌を歌う鈴木好美さんとナノクさんの新アーティスト写真が公開された。7月に放送開始が延期された TV アニメ、リ・ゼロから始める異世界生活第2期の主題歌を歌う鈴木好美さんとナノクさんの新アーティスト写真が公開された。2016年に TV アニメ全25話が放送され、国内外で大ヒットを記録したリ・ゼロから始める異世界生活第1期。本作の第2期が2020年7月より放送される予定だ。第2期のオープニング主題歌リアライズは第1期に引き続き15歳にして圧倒的な歌唱力とパワフルなパフォーマンスでデビューし、世界各国でライブ活動も行う鈴木好美さんが担当する。またエンディング主題歌メメントは2018年に劇場公開されたリ・ゼロから始める異世界生活メモリースモーにてデビューし、2019年に劇場公開されたリ・ゼロから始める異世界生活氷結の絆でも壮大なバラードを歌ったナノクさんが担当する。このほど第2期でそれぞれが歌う新曲をイメージした新アーティスト写真が解禁された。鈴木好美、1996年11月5日生まれ、大阪府出身。2011年第5回全日本アニソングランプリ決勝大会でグランプリを獲得し、翌2012年にクワイアジェールで15歳でデビュー。TV アニメ「ノーゲームノーライフ」オープニングテーマ「ディスゲーム」、 TV アニメ「リ・ゼロから始める異世界生活」のオープニングテーマ「レド」など多くの TV アニメ主題歌を担当。2018年4月から放送の TV アニメ「ロストソング」では声優田村ゆかりと W 主演声優を務め、オープニング主題歌「歌えばそこに君がいるから」も歌唱した。2016年より4年連続アジアツアーも開催。上海、深圳、香港、台湾、フィリピンにてワンマンライブを行う。2020年7月、TV アニメ、リ・ゼロから始める異世界生活第2期の OP 主題歌を担当することも決定している。鈴木好美。ツイッター https ツイッターコム鈴木好美なのく北海道出身在住のシンガー。高校在学中に札幌を拠点とするプロデューサー安田文雄氏と出会い、本格的に音楽活動をスタートさせた。2018年、その歌声が角川製作人の耳に届き、 OVA 映画リ・ゼロから始める異世界生活メモリースのテーマ曲のボーカルに抜擢。2019年にはファーストシングル「コド」、 TV アニメ「魔法少女特殊戦アスカ OP」、 セカンドシングル「スターアスタリスクフロスト」、 TV アニメ「彼方のアストラ OP」をリリースした。続けて2020年、TV アニメ、リ・ゼロから始める異世界生活第2期の ED 主題歌を担当することが決定している。今、要注目の新生アーティストだ。ナノクツイッター、https、ツイッターコムムクドル、CD 情報、オープニング主題歌、リアライズ鈴木好美発売日、2020年8月26日。
水曜日発売収録内容。1. リアライズ TV アニメリゼロから始める異世界生活第2期 OP 主題歌、作詞作編曲篠崎彩と立花涼介。 2. タイトル未定、他インスト含む全4曲収録のほど、第2期でそれぞれが歌う新曲をイメージした新アーティスト写真が解禁された。鈴木好み1996年11月5日生まれ、大阪府出身。2011年、第5回全日本アニソングランプリ決勝大会でグランプリを獲得し、翌2012年にクワイアジェールで15歳でデビュー。本作の第2期が2020年7月より放送される予定だ。第2期のオープニング主題歌、Realize は、第1期に引き続き、15歳にして圧倒的な歌唱力とパワフルなパフォーマンスでデビューし、世界各国でライブ活動も行う鈴木好みさんが担当する。また、エンディング主題歌、メメントは、2018年に劇場公開された、リ・ゼロから始める異世界生活、メモリースノーにてデビューし、2019年に劇場公開された、リ・ゼロから始める異世界生活、氷結の絆でも壮大なバラードを歌ったナノクさんが担当する。TV アニメ、ノーゲームノーライフオープニングテーマ、ジスゲーム、TV アニメ、リ・ゼロから始める異世界生活のオープニングテーマ、レドなど多くの TV アニメ主題歌を担当。2018年4月から放送の TV アニメ、ロストソングでは、声優田村ゆかりと W 主演声優を務め、オープニング主題歌、歌えばそこに君がいるからも歌唱した。2016年より4年連続アジアツアーも開催。上海、深圳、香港、台湾、フィリピンにてワンマンライブを行う。2020年7月、TV アニメ、リ・ゼロから始める異世界生活第2期の OP 主題歌を担当することも決定している。鈴木好み。ツイッター、https、ツイッターコム鈴木好みんなのく北海道出身在住のシンガー。高校在学中に札幌を拠点とするプロデューサー安田文雄氏と出会い、本格的に音楽活動をスタートさせた。2018年、その歌声が角川製作人の耳に届き、OVA 映画、リ・ゼロから始める異世界生活、メモリースのテーマ曲のボーカルに抜擢。2019年には、ファーストシングル、コド、TV アニメ、魔法少女特殊戦アスカ OP、セカンドシングル、スター・アスタリスク・フロスト、TV アニメ、彼方のアストラ OP をリリースした。続けて2020年、TV アニメ、リ・ゼロから始める異世界生活第2期の ED 主題歌を担当することが決定している。今、要注目の新生アーティストだ。ナノクツイッター、https、ツイッターコンムムクドル、CD 情報、オープニング主題歌、リアライズ鈴木好み発売日、2020年8月26日。水曜日発売収録内容。1. リアライズ TV アニメリ・ゼロから始める異世界生活第2期 OP 主題歌、作詞作編曲篠崎彩と立花涼介。 2. タイトル未定、他インスト含む全4曲収録